ジェームズ対イラン3対0勝利チェルシー強えマジでジェームズ最強すぎるだろう。お、よです。いやー、やっと来ましたね。久しぶりの快勝ですよ、皆さん。3対0、クリーンシート。チェルシーはやっぱね、こうじゃないと。しかも相手は、昨シーズンのセリエ A 王者の AC ミランですよ。まあ相手ね、怪我人が多かったといえども、本当にね、結果、内容ともに、久しぶりに満足のいく試合となりました。ということでね、本日も試合を振り返って、良かったところ、改善点など、そちらを話していければなと思います。それでは本編、どうぞ。はい、ということでチャンピオンズリーググループステージ第3節 AC ミラン戦が3対0で快勝でした。チェルシーは1分け1敗で最下位だったんですけども、この勝利で得失点差でミランを追い越して2位に浮上となりました。ちなみに次節も折り返しでミランとの対決となります。リーグ戦ウルブズ戦を挟んで12日にアウェーでのミランとの試合ですね。チェルシーは9試合ぶりのクリーンシートとなりまして、ポッター就任後2勝1分けと未だ負けなし継続中ですよね。いや本当にクリーンシート久しぶりだったな。そんな試合のスタメンがこちらでした。ゴールキーパーがケパ、センターバックがフォファナ、チアゴ、クリバリ。クリバリはポッター就任後初出場でしたね。で、ダブルボランチがコバチとチーク。ジョルジーニは前節負傷交代しましたが、まあね、思ってた通り何事もなく帰ってきましたね。マジで鉄人なんだよな。ウィングバックはジェームズとチリ、シャドウにマウント、ラヒーム、ワントップ、オバメでした。まあこの采配と今日の内容、結果を踏まえて僕が言いたいことは、スリーバックでええやん、もう。ジェームズが最強なんだもん。前回の動画でね、僕が4バックやめましょうよと、3バックにした方が絶対いいとね言って、結構ねコメントで4バックが悪いわけじゃないっていうのがあったんですけども、僕が3バックを推してる理由はただただ最強のジェームズが見たいだけなんですよ。もうこれだけ。ジェームズとチルウェルをウィングバックで使えるっていう利点だけでね、3バックを選択した方が間違いなくねチェルシー強いです。もう今回で証明されたでしょう。ジェームズはねほんと守備も最強なんですけど、やっぱねフィニッシュにウィングバックが絡むチェルシーは相手がね止められないので絶対大外が開きますから、やっぱねこの3バックの良さが今回はね全面的に出たんじゃないでしょうか。はい、試合展開としましては、まあ、前半はジョルジーニョの凄さをめちゃめちゃ痛感するっていった内容だったんですよ。というのも中盤2枚のビルドアップの立ち位置と距離感が悪くて、まあね、サイドにボールが入った時にパスコースがねなかったんですよね。特にクリバリとかチルウェルのところからビルドアップして前に持っていくっていうのがあんまなかったですので、前半の試合率はね 52% とほぼほぼトントンな感じだったんですよ。やっぱりジョルジーニョはいるときはそこまで存在感ないんですけども、いなくなるとめちゃくちゃ重要性が引き立つ選手で、後半で彼が入ってきてからはめちゃくちゃボールの周りが良くなりましたし、ポジションの微調整っていうのはね見ててめちゃくちゃうまいんですよ。そして守備のルーズボールのネガトラの切り替えとか潰しの出足の速さっていうのもさすがでしたので、まあ、あとねコバチとチークは横並びだったんですけども、ジョルジーニョ入ってからはチークと縦関係になってチークがね前に出れるようになりましたので、前半はオフザボールが良くないので悪目立ちしてたんですけど、結構これ、ね、僕も言いましたよ。特にジョルジーニョ入ってからはロフタチークも強みをガンガン出していってめちゃくちゃ良かったですよね。まあ今日の試合を見ても改めてチークはボランチよりは IH の方が強みをより活かせるなと良さそうな感じではあります。で前半なかなか攻めきれない中、コーナーキックを得ると3連続でねチアゴシウがまず頭に当てまして、で3本目でこぼれ球をフォファナが押し込みましたと。なんかセットプレー改善されてますよね、絶対。かなりね、味方に当たるようになりましたし、そしてフォファナは加入後初ゴールですよ。もう最高でした、本当に。まあ、その後負傷交代してしまって、松葉杖してましたので、まあ、軽傷ではなさそうなので心配ですけども、前半ね、レオンをほぼほぼ完封してましたし、フォファナはめちゃくちゃ今後期待できそうです。今日の怪我は本当に残念ですね。てか、ジェームズとフォファナの右サイドはもう誰にも負ける気がせん。さすがね、フォファナを獲得するときに、ジェームズが一緒にプレイしようよって DM 送っただけありますよね。この2枚を突破できる選手メッシくらいしかいなくないですか。ほんと最強のコンビが出来上がってますよ。そのまま後半入りまして、まあ、メンバーは変わりませんでしたと。まあね、もう試合内容っていうか56分にジェームズの理不尽クロスからオバメヤンが押し込むと、今日もあかん全中来ました、全中来ました、ダサダサパフォーマンス。そして61分にショートカウンターでスターリングがため作って、ジェームズがトラップからのニアウェイズドン。いや来た、ジェームズチャンス入ったわ、入ったわ、はいはい、よっしゃー、ジェームズだったわー、わー
いっちゃんシュートうめえじゃんかよ、こいつ。アグエロみたいなシュート決めるやん。あのニア上ズドンができるのは真のストライカーらしいので、もうジェームズは紛れもないストライカーですね。まあ、後半になってからもうなんかジェームズの独断場っていうか、まあ、ラファエル・レオンは止めるわ、アシストはするわ、ゴールは決めるわで、ほんと世界最強サイドバックと言って間違いないと思います。あとはね、ハーフタイムに修正したのか、幅を取る攻撃が増えましたので、まあ、相手陣地に押し込めるようになって、大外のウィングバックが開くっていう状況が増えたと思います。はい、ここから選手について話していきたいと思うんですけども、まずはケパです。相変わらずの足元の安心感、両足でね、捌きますし、クリアの判断も素晴らしいと。で、前半アディショナルタイムのビッグセーブ。もうあれがなければ試合がどうなるか分かりませんでしたから、ゴール前の超反応はもともとね、素晴らしかったので、このままクリーンシート継続して、スタメンの座を守り続けていくと最高ですね。そしてチアゴシルバは、今日も神でした。あのジルーに何もさせませんでしたからね。得意のポストプレイも潰してましたし、空中戦も身長差10センチくらいあるのに、勝ってましたから、スライディングも上手いし、怪我もしないし、マジでサイボーグかってぐらいね、強いっすよね。そしてクリバリに関しては、まあ、今日ね、ポッター就任後初出場でしたが、相変わらずタックルがアグレッシブすぎて、見ててね、ヒヤヒヤするんですけど、まあ、剥がされることもなく、ビルドアップも両足で通してましたので、ククレジャの方が、ポッター的にはやりやすいかもしれませんが、クリバリでもね、全然やれていけると思いますし、ホホナが離脱したので、今後ね、出場機会は増えてくると思います。そしてチャラワーですけども、ホホナが負傷交代してから入りましたが、今日はね、普通に良かったっすね。相手がレオンだったので突破されるシーンもありましたが、無難に守れてましたし、ただね、前半よりも後半の方がレオンが脅威になっていたっていうことを考えると、やっぱね、フォファナは規格外な感じありますよね。ただあの状況でアスピじゃなくてチャラバーを選択するってことは、ポッターの期待の表れでもあると思うので、今後に期待していきたいと思います。で、チルエルに関してなんですけども、チルエルもね、やっぱね、ウィングバックだといいっすよね。悪いところが出ないので、スピードとか体重の弱さっていうのが、そしてね、ポジショニングいいですし、足元もしっかりつなげていけるので、やっぱね、3バックでウィングバックにチルエルとジェームズを置く布陣っていうのがね、強いんじゃないかなと思います。今後ね、ククリジャとチルエルの併用ってのも見ていきたいですね。マウントとスターリングに関しては、なんかね、この二人がね、いまいちなんですよね。フォファナが倒れた後に、オバメと三人で話し合ってるシーンがね、カメラに抜かれてましたけど、やっぱりね、自分たちでもなんかうまくいってないっていう感触があるんでしょうね。まあね、オバメスターリングは新加入ですし、監督も変わったばかりなので、今後ね、連携高めていければね、いい攻撃をどんどんできるようになっていくと思います。バンとかね、全然やりたいプレーがやれてないっていう印象なんですよね。それで空回りしてる感じなんですよ。で、コバチッチは前回ひどかったのでちょっと心配でしたが、今日は普通に良かったです。前半はね、チークとのコンビネーションが良くなくて、負担がね、大きくてかなり忙しそうでしたけど、まだね、必殺ドリブルプレス回避っていうのが見えてこないので、まあ、カンテが帰ってくればコバチッチもパフォーマンス上がってくると思います。で、後半に入ってきたギャラガーなんですけども、シャドウのギャラガーはやっぱいいっすよね。前プレとプレスバックで相手の選択肢をかなり限定できてますし、前回のね、ゴラスで自信がついたのか消極的なプレーも減ってましたので、ちょっとね、前線は組み合わせが難しいんですけども、とりあえずね、スターリングを休ませて、マウント、ハバーツ、ギャラガンの3枚とか、そういった布陣ってのも見てみたいですね。そして9番の呪いを払拭するかのごとく、2試合連続ゴール中の大場面、ジェームズのクロスをね、しっかり決めまして、出ました、全中パフォーマンス。いや、思わずね、大爆笑してしまいましたよ。クソダサいのよあれ。しかも着地失敗してたし、得点シーンもね、9番らしいゴールでしたし、今日はね、動きも良くて、あのね、マウントの幻のゴールを演出したパスもね、素晴らしかったです。あとはね、裏抜けしてラインを引っ張ってくれたら、もっとね、スターリングとかマウントがやりやすいと思うんですけど、まあ年齢の関係なのか、スプリントするのがね、以前に比べて少ない気がするんですよね。ただやっぱりストライカーがしっかり点取ってくれるってのは、チームとしてね、めちゃくちゃでかいです。ということで、チャンピオンズリーグでセリエの強豪クラブと対戦した時には、ジェームズ4で粉砕していくと、イベント戦に続いてジェームズがもう躍動してました。あとね、トモリやっぱいい選手ですね。彼は本当になんて放出したのか疑問が残りますけども、今日の試合もね、相当効いてました。彼がいなかったんで、本当もっと点入ってもおかしくないくらいの試合でしたからね。で、チェルシー次は中1日半ですね。リーグ戦ウルブズ戦が来まして、ウルブズはラージ監督が解任されたタイミングなので、ここもねしっかり勝って勢いに乗っていきたいと思います。あとね、ジェイゴコスタとのフルス対決としても楽しみですし、やっぱりチェルシーが強いと応援がめちゃくちゃ楽しいと、楽しくて仕方ないですよね。今日はね、カンティがいなくていい試合内容でしたので、ここにカンテ、ククレジャがさらに帰ってくると想像するだけでめちゃくちゃ興奮します。ホファナの怪我だけがね、残念でしたけども、怪我人もほぼほぼ復帰して万全な状態になってきてるので、次の試合、ここからぜひともね、強いチェルシーを続けていってもらいたいですね。今日のライブ配信も最高でした。ジェームズ最強、ジェームズしか勝たん。